そして、もう一つコロナ禍で、知っておきたい事柄として、チャンネルの10です。右の場合、チャンネルは1から16の16チャンネル使えるわけですが、チャンネル10だけちょっと特殊で、いわゆる普通の楽器ではなくてドラムセットになります。試しにこちらのパッチで試してみたいですが、今左側がチャンネル1、右側がチャンネル2を使っているわけですが、仮に右側をチャンネル10というのを使ってやることにします。これバングして送ってあげて、でこれこっちだけちょっと演奏してみますと、ドラムセットになってますね。なので、チャンネル10だけ特殊です。で、ドラムセットの中身ですね、どんな楽器が割り当たってるかというのは、こちらのこれですね、上側のいわゆる音色リストで、これ通常のチャンネルの1番から9番、で11番から16番、まずは通常、こういう音色マップになるわけですが、これ、チャンネル10に関しては、ちなみにこれ、メディア、イイヤマです。イイヤマというのは厚木キャンパスの住所ですね。厚木市イイヤマ。で、メディア、これ M だけおまけですね。はい。で、これがドラムマップということになってますね。で、ちょうどこの鍵盤のノートナンバーとドラムのマップがね、こう対応していますので、例えば、62。まあ、62がこれですね。ミュートハイコンガということで、65。これがハイティンバというような感じで。というような、ね、感じになっていますので、ぜひドラムは活用、ね、するときにはチャンネル、ここのチャンネルを、ね、10に指定してあげてください。そうすると、このピアノの鍵盤にドラムのセットが割り当てられるということになります。